方が。そこ一直線で。はい。ちなみにどんな女性がお好きなの？一言で言うと、聞いた人がタイプってちょっと言えないですね。ねえ、なんかいつか、高坂遺跡の結婚の知らせがこうワイドショーなんか出るときをみんな楽しみにしたいと思いますね。ワイドショーって犯罪者みたいな。いや、もう、お祝いのニュースですから。で、その時にもしね、九州の女性を選んでいただいたらね、本当嬉しいなというふうに思いますけれどもね。それではですね、もうあの今日はたくさんのお話をねまだまだしたいところなんですけれども、今日集まりの皆さんに関取からお一言メッセージをいただきまして、私あのもしよければ好きな言葉なんか教えていただければと思います。九州小倉の皆さん、今日は来てくれてどうもありがとうございます。高見境もそうですけど、イタリアの町のリンゴもこれからもよろしくお願いします。頑張れよ。